エルサルバドル内戦は、エルサルバドル政府と社会主義勢力であるファラブンドマルティ、民族解放戦線が激突した内戦。1969年のサッカーワールドカップでの判定を背景に発生したホンジュラスとのサッカー戦争以降、エルサルバドル国内では右翼、左翼を問わず、小規模なゲリラ攻撃が散発的に発生するようになった。 1979年のニカラグアにおけるサンディニスタ革命以降、複数の共産ゲーリーらがファラブンドマルティ民族解放戦線に統合をされ、抗議を開始。1980年3月24日、人権侵害を証言し、政府及び軍部による搾取と弾圧への批判を行っていたオスカル・ロメロ司主催が病院のチャペルで行われたミサの最中に、 右翼勢力に射殺されると内戦は本格化なものになっていった。混乱の中、中米における反共戦略を掲げていたアメリカ合衆国のロナルド・レーガン政権はエルサルバドル政府の要請に応じて経済援助と軍事訓練プログラムの支援を行った。これら米国の支援を受けた政府軍及び右翼勢力の死の部隊と FMLN ゲリラとの 交戦との過程で多数の一般市民が巻き込まれ、内戦は泥沼状態と化した。中でも政府側の虐殺行為は後に取り沙汰されるもので、1989年11月、米陸軍特殊部隊グリーンベレーより指導を受けた陸軍のタイゲリラ部隊アトラカトル大隊の隊員が6人のイエズス会司祭と料理人と娘を殺害するという事件が有名である。 1992年、国際連合の仲介で和平が実現し、国連平和維持活動として、国際連合エルサルバドル監視団が派遣される、働きかけがあり、内戦が終結。1994年には、選挙が行われ、右派政党民族主義共和同盟 ARENA による、新たな政権が誕生した。FMLN は、内戦終結後政党となり、 1994年の選挙では ARENA に敗北しつつも、2000年代以降に大政党の一角としての地位を築き始め、2009年には選挙で ARENA に勝利し、マウリシオフネストサルバドール・サンチェスセレンを大統領とする政権を立てた。ありがとうございます。